ゆうきどうやって言う？大きい声で君をぐらいに。なるほどね。ごっそーって。ラーメン。ラーメン。いっぱいラーメン、ラーメン入れてくる。まだな。今から大黒屋スパイシー味噌ラーメン作っていきます。チャーシュー、スパイシー味噌、で、ヌード。調理方法こんな感じでーす。ロッちゃん、味噌スパイシーのスープを入れていき、温めていきます。スープを温めてるうちに、こっちの方でヌードルを柔らかくします。温めていきたいと思います。ラーメンを約3分から5分かな。茹でていきます。一本食べてみんで。あちちゃんあった。あちちゃんあった。だいたい3分から4分ぐらいでいい感じのヌードルになりました。じゃあ次はザルの方にここでビシャーってやる。はいラメイちゃん。初めて自分で作ったラーメン、この大黒、あ、ちょっと見せれへんか。何？いただきます。メンマから食べよう。メンマが一番好きやね。おいしい。もっとおいしい。食べてみます。うん、割とこのスパイシーがスパイシーすぎずいい感じで美味しい。チャーシューも好きやねんね。でか？ごちそうさまでした。今回使ったのはこの大黒屋フローズンスパイシー味噌ラーメンで。です。概要欄にリンクが貼ってるので、ぜひそっちにビジットしてください。で、クーポンを 10%、さっき10で、数字の10で使えるので、10% オフを楽しんでください。